じゃあ行けます。もしみなさんこんにちは。ジェットと申します。逆じゃない。どっち？こっち。正解。こっち。ありがとうございます。本当に今日はこんなに多くの人たちに見てもらえる機会をもらえた。本当にもらえたんだよね。はい、でもこれは本当にステージに大感謝です。ちょっとギターが取りに行ってる間に小話させていただいていいですかね。昔ザ・イーグルスというバンドが、3、4年前に NHK の、ね、ライブビートっていうラジオ放送でライブをやるって言って、でそれ僕見に行ったんですよ。お客さんで普通にハガキに送って、でそしたらその時にイーブルス、イアン・マッキーですね、フガシのイアン・マッキーと元ウォーマーズのドラムのエイリーさんのデュオなんですけど、うなずいてる人はすごい心強いです。で、まあそのね、本当にワシントン DC からすごい、もう今フガシ見れないけれど、まあ、イーブルスは見たいじゃないかということで見に行ったんですよ。でその時の対バンですよね、それが三上寛さんっていう人ですね。日本のまあ本当にずっとフォーク前線曲からやってる人なんですよ。でも俺はすごいいいメンツだなと思って、もうすごい嬉しくて両方見れるなんてと思って、で最初に三上さんが出てきたんですけど、その時にまあ近いんですよ状況は、まあこんなに多くの人が来てくれるようになってね、まあ、イーブルスとか多分知らないですよ三上さんは。まあでもとにかく NHK ライブビートに、まあ、出れるってことで来たら、こんな人がいて嬉しいです、ありがとうございますと。で正直言って僕のお客さんね、もう本当に毎月やってる人ですから、で1月に来るお客さんはこっちからそっちの人、で2月はここからその人、3、4、5でこう、もう今日はもう1年分お客さん来てくれてありがとうございますっていうふうに言ってて、その時この人なんでそんなこと言っちゃうかなと思ったんですけど、すごいよくわかります。Z 会で企画やってるんですけど、今日半年分ぐらいの方に大阪で見ていただけるということで、本当に感無量でございます。昨年休んできて、最初にお届けする曲は嘘村という歌です。ただちょっと原発事故以降はですね、本当に嘘だと思いたかったことが本当になっていて、自分でも歌っていて困る曲になってしまいました。お聴きください。よろしくお願いします。Thank you.
次はドーナッツのバナという曲です。これは今日クリプトシティが物販で売っている、半原発コンピレーションというのがあるんですけど、そこに入っている曲です。ドーナツっていうのはね、周りが食べるところで甘かったりとか、まあ美味しいっていうんですけど、僕やっぱいろんな音楽を聴いてきて思うんですが、まあパッとやられた音楽とかあっても、その真ん中にはですね、自分でしか探せないこう核みたいなのがあって、まあそれ自分の中でドーナツの穴って呼んでるんですけど、罠でもあるんですよ。こう長いことバンドやってきてもですね、自分の趣味からどうしても逃げられないんで、こう好きな方に行こうとしてメンバーとぶつかったりとか、いろんなこともあったりする。まあでも最終的にそれを表現しようとすると、まあドーナツがですね、ある程度表現できるんですので、皆さんもですね、何か好きなことがあったら、ドーナツの穴とかおにぎりのですね、米粒の隙間とかですね、そういうところまでですね、ぜひぜひ深く食べてほしいなという思いの曲なんですけれども、相当前の2曲よりも分かりやすい曲なのでおすすめです。ドミルが好きって言ってくれた。そんなこと考えないですよね。
ってね血管が心配なんでロールステージの皆さん、AT フィールドの前田さん、お疲れ様です。誘ってもらって本当にありがとうございます。次は最後の曲です。ヘビ鉄、ポコチンと制した自分についての歌であります。
ありがとうございました。